東京のとある町にサッカーを愛する一人の男の子がいた。男の子の名は大空翼。まったく、サッカーボールさえあれば機嫌がいいんだからな。ん？おい、翼は？あら、さっきまでそこに。翼！10年後。翼、どこ行ったの？こっち手伝ってちょうだい。お母さん、ちょっと街見てくるね。11歳となった翼は静岡県南葛市にいた。本当に奇跡だったわ。車にはねられた瞬間も、道路に叩きつけられた時も、サッカーボールがクッション代わりになってかすり傷一つなかったんだから。翼はまるでサッカーをやるためだけに生まれてきたのね。あの子は